ラウミはうってつけの位置ではありますが、さあどちらが来る。高井が狙ってきた。フリーキックでやり返しました山口。高井の直接フリーキック、右の隅に突き刺しました。1対1、ゲームを振り出しに戻しました。いや完璧な機能でした。まずこのシュートも、まあ、インフロントであったりサイドで蹴るというよりも完全にインステップ気味に蹴りましたから、はい、スピードが落ちずにボールをしっかりと抑え込みましたね。メーシスアレスの手をかすめてゴールネットを揺らしました。